はい、こんにちは、まやちゃんねるまやはるです。はい、今日はこちらですね。うん、ベイブレードバースのランダムレギュラーコレクションボリューム8です。はい、ということでランレイのボリューム8フルコンプセットをまた Amazon で購入しました。はい、じゃあ早速開けていきましょう。うん、まずはこれだね。うん、あ、キラーデスサイザー、おブルーのキラーデスサイザーだね。この釜がすごいかっこいい。続いてアシッドアヌビス、アシッドアヌビス、そしてインフェルノイフリート、マキシマムガルーダ、赤いやつだね。うん、で最後にスクリュートライデント、そうだね。じゃあこれ全部ステッカー貼って改造も施していきましょう。はい、はい、ということでステッカー貼り終わりました。まずこちらがインフェルノイフリートだね。うん、で改造はトリプルホールドにしてあります。はい、続いてアシッドアヌビスですね。アシッドアヌビスはグラビティリボルブにしてあります。はい、はい、続いてキラーデスサイザーだね。うん、キラーデスサイザーはクォーターリブートにしてありますね。続いてマキシマムガルーダで、これはセブンフローオービットにしてあります。うん、はい、最後にスクリュートライデントセブンバンプリボルブにしてありますね。うん、これね、ちなみに全部ネットで調べました。はい、参考にさせていただいた改造のブログはですね、説明概要欄の方に URL 貼っておきますので、気になる方はご覧になってみてください。はい、じゃあまず私はこちらのキラーデスサイザーいきます。キラーデスサイザークォーターリブートだね。僕はアシッドアヌビスグラビティリボルブ。はい、3、2、1、ゴッシュ、おっしゃおっしゃ、いきなり会えた。3、2、1、ゴッシュ。ホールドドライバーは暴れん坊ですね。だからやっぱり強いのかマキシマムガルーダ。強い。3、2、1、ゴッシュ。いけ、当たれ。いやいや。これはいきませんな。もうスタミナないもん。あら。アウチ。3、2、1、ゴッシュ。こっから行くのか。今の時でね、なんとか追い出したかったけど、やっぱり無理だね、これは。ボーじゃあ続いて私はアシッドアヌビスグラビティリボルブでいきます。はい、僕はスクリュートライデントセブンバンプリボルブ。はい、3、2、1、ゴッシュ。おー、すごい、大きさの差がある。うん、スクリュートライデントはディフェンス系ということなんですね。ディフェンス系、ディフェンス。あーおち。3、2、1。あ、しくったんじゃん。大丈夫？大丈夫。ほら、明らかにほら、回転落ちてる。よっしゃー。3、2、1。やはりカチカチ対決だね。カチカチ。じゃあ続いて私はこちらのマキシマムガルーダセブンフローオービットでいきます。うん、僕はキラーデスサイザークォーターディブートでいきます。はい、3、2、1、ゴッシュ。おー、跳ねてる。おし、これをタイムキープ。どうなんだ、リブートが来る、こっから来ない、3、2、1、ゴッシュ。おー、マジか。で、私はスクルートライデントセブンバンプリボルブでいきます。はい、僕はキラーデスサイザーのままです。はい、気に入った。うん、3、2、1、ゴッシュ。跳ねた。さあ、ディフェンス。3、2、1、ゴッシュ。おーっと、どうだろう。
ブートがあれだね、すごい跳ねてるね、うん、あ、来た、リブート、あれリブートしょぼかったね、今これは来たでしょ。最後に、バースお願い、せいやとどめの1、じゃあ私はキラデサイザークォーターリブートにします。僕はナイトビアルミンステーストローにします、はい、特別出演だね、うん、3、2、1、ゴーシュー。頑張れ、追い出せばよかったのに、いや良かったのにって言ってもあるか、お、いけるか、え、嘘でしょ、嘘でしょ、いける、いける、頑張れ、あー、ナイトメアが3、2、1、ゴーシュー。もうあと一緒に乗り上げたけど、いけ、いけるぜ、ダメか、バスバスバス、もうちょいだったけど、あ、終わった、嘘でしょ、3、2、1、ゴーシュー。よし、今のうちに体力を使わせてここら辺で一撃食らわしてやろうっていうカマでね、あっ、危ない危ない、あー、ここからダメか、いや、わかんない、まだわかんないぞ、よっしゃ、はい、ということで今回はベイブレードバーストのランダムレイヤーコレクションボリューム8、はい、ということで今日の動画は面白かったなと気に入ったらと思った方で、いいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、クォーターがずっと待ってた。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。そしてチャンネル登録もよろしくね。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。